はい、今日もお宝探し占いやっていきましょう。前回は完璧な勝ち方だったね。はい、僕はイレブンやってないんで気がつかなかったんですけど、ベロニカとセーニャは兄弟、姉妹なんだよね。姉妹コンボで勝ったっていう気持ちいいね。はい。この勝負、俺が勝たせてもらうよ。さあ、クックル最近強いんだよね。神道じゃなければ勝ち目ある。盗賊でね、なんか奪ったところでどうなるかとか。方向性もいいね。金属方向性。割と HP が4あるっていうのは結構倒せない可能性があるんで、ね。4ターン目にぜひで。お、テンション上げにしてくれた。あ、シドか。あ、ベビーか。これがね、ただ殴られるときついんだよね。4出したい。あ、まあまあかな。やれることはやったな。俺のターンだ。指導だったら終わってる。指導やめてください。指導やめてください。ジュエル。ということは、ジュエルに、何だろうか。どう攻めるか。ジュエルで引いたのってゼロになる。あ、そうか。これはね、さすがに生き残らせたいな。こっちから使いたいけど。していこう。クロスカッター、ちょっとこのワンドローを引けないのはちょっと悲しいが仕方ない。とりあえず生き残ってる方がいい。次4ターン目ドンホスでいこう。ムーンブルク珍しい。ミラクルソード、珍しいね。ムーンブルク新しい。といったテンション回して勝ちたい系だとすると、なんとかドラゴンが出てくるか。少ない。ヨセさん出したい。エンターメン出して。指導だった。ああ、バラモスゾンビね。ランダム敵に敵対を集合させる。味方リーダーのテンションプラス2。対戦中に味方が復活した分、この手札は復活しないよな。メダル王女でいいんじゃないですか。チャコスも、やれることはないかな。メダル王女でテンション上げて、ちょっと後ろに隠してみたいな。まあ、マルチェロが出る前にメダル王女で。ちょっと回せばよかったんじゃない的な。仕込みされたら、意外とやることない。そんなことないか。こいつは。かかってきな。殴ってこない。どう攻めるか。じゃあ僕が殴っていい。相手殴らないもありか。相手殴らないもありか。スライムジェネラルいいな。絶対欲しいなこれ。あえて殴らず。まあ言ってんのやつ、別に殴らなくてもいいでしょう。スライムジェネラルいいよね、これ。だからテンション回さずに耐えて、7とか8とか6とか出して耐えて、メダル王者もいいんだけどな、回さず耐えて、ムーンブルク。ムーンブルクからってことはなんか、カードがいっぱい入ってるんだよね、特技カードが。メダルキア。ブラストアロー。おっと、当たらなかった。これ出さなくてよかった、メダル王者。これはきついでしょう。こういう時は、あ、もう一点与えると、で殴ると、で殴れば、しかし殴るとメダル王子がでかくなるよ。でまだマルチェロ出せないでしょう。これが2個出てきた時がちょっと怖いな。でもこれのおかげで。メダル王子が4-4になった。メダル王子は隠す。いいよいいよ。
でスライムジェネラルに つなげたいから出さない。あー嫌なやつが出た。一番ダメなやつが出たな、これ。おかしいでしょ、これ。くっそ、こんなスライムが出るなんて。こいつが死ぬと、他のやつに2ダメ入るっていう、バカじゃねえの。バカだな、ほんとに。仕方ない。ガメゴンレジェンドをとりあえず出して、これも68、でか。これねえだろう、ほんとに。メタルスライム出てくれよ。コスモスライムってこんな。プラスこれ殴られてメダル王者が死ぬじゃんね。アホかっていうね。さてどうしましょう。あひどい、全処理までありえる。メダル王者に当たれ。これひどいな。コスモスライムゴミが出た。ああいいとこ当たった。まだ倒せないし、次が問題だね。ちょっとこれ出てくるから。わあ無視した。二段目あるんか。あもう一個武器を持ってる。そうだね。で次出せるというわけですね。しかし僕はガメゴンレジェンドをこれお前倒せますかという。でその次にスライムチェネラルがどんどんでかいやつ出てきますかみたいな。あなたどうしますか的な。インスも上げて上8で出てくる。2個ぐらい出てきそうだな。でも2個テンション上がる。2個両方出てくるのか。スライムゼアナが全部叩けるぐらい頑張ってくれればいいんだけど、強いのばっか。2323。ルビス様お守りください。さらにもう一個テンション上がる。わあニードルラッシュ、それはひどい。でもう3体出てくる。22のやつばっかりお願いします。222222。よしよし、なんとかなる。待てよ、123456789101011121213。死んだ死んだ、終わった。時間も少なくなってきたし、さっさと終わらせる。ギリギリ耐えた。そんなバカな的なんでしょこれ。あーしまった、回してから。そんなことないか、回したらできないもんね。やだ助けて。マルチェロがあると負けか。カイロスハント、やれることはやった。マルチェロ以外でお願いします。すいませんお願いします。マルチェロ以外で、マルチェロ以外で頑張りならいい。何もかでマルチェロ引くな、マルチェロ引くな。回復させろ回復させろ、僕に回復させろ。癒しの波動、メダルモーション、やばい強すぎだなこれ。回復お願いいたします。クロスカッターで、いやーまさかそんな負け方があるとは。一気に6体出すっていう作戦だったのか。さすがにこれ全部は倒せないな。うわーひどい。どう攻めるか。しかもあれが効いてないからな。盗んで何かに行きたい。隙だらけだぜ。回復回復。くく、一番いらねえのばっかりだ。これはひどい。もうちょっと何か回復するやつか。ザラキーマ今使えねえだろこれ。テンション1回しか回してないもんね。ザキス、いやもう一回今度こっちにかける。まあいいか、これで仁王立ち出すっていう手もなきにしもあらず。だがなんか仁王立ち、盗っとき仁王立ち違うんだよね、違うんだよね。
盗っとき違うんだよな。それはいらないって言ってるのに。もう時間がねえ。ジュエルから引いたら侵害戦できない。悔しいなこれ。侵害一戦。俺のターンだ。そう、一気に6体出すっていうのが向こうの作戦だったのか。スナイプとかマルチロとかあると終わりだが、それ以外ならなんとかなる。頼む。でもテンション上げられたら、わあ。おとなしく行っちまいな。どうするかな。さっきから行くか。ああ、2体はきつい。2体はきつい。癒しの波動。さばきまでテンション1個上がって、もう1個出るんか。ああ、2体出るんか。それはきつい。よし、行くぜ。1点ダメージ与えて、アサシン。1,2,3,4,5,6,7,8,9 耐えられない。ジュエルで何かに期待するかない。こうと3以下の建物カードを引く。引いても無理だな。引いたところでだよね。これ引いてもつまり引く、引いたところであれしか来ないもんね。こっちに行きたいだな。くそ、もう時間がねえ。惜しいな。ザキ一点ダメージ、ダメだ、欲しいな。くそ。さあ、行こうか。もうちょっと何か引けてればな。まさかザラキーマ2枚とは。うわあ、恐れ入ったわ。これはうまい。ザキザキザラキーまで勝つっていう。私が責任を持って保護いたしますわ。そう、弱えなと思って甘く見たのがいけなかった。俺もまだ爪が甘いな。しかもメダル王女残すと毎ターン2体出てくるんだ。あとザキザキニードルラッシュ、ニードルラッシュででかいやつは倒すっていう感じか。いやー、新しいデッキを見たね。面白かった。見事に負けました。ということで、勝った試合を見よう。はい、切り替えて勝った試合。ピサロと独独合戦をした試合を見ましょう。いやー、今までにないタイプのデッキを見れたっていうのは面白かったんですね。まだまだ、いろいろ考える人がいるっていうのは、喜ばしいことだ。この私が直々に葬ってくれる。もうこの鎧、黒の鎧は今期間限定で配信されてるはずなのに、もう持ってる人がいるという。かっこいいね。拡大してみたりすることはできないか。ちょっと敵方が来てるとこっち背中を向けてるからな。ちょっと正面が見たいんだよね。正面が見たい。この辺が正面だね。正面がかっこいい黒鎧なんだけどね。
こっちちょっと半身で後ろ向いてるからな。右足出して前向いてほしい。カイロスハント、はい、相手にアンデッドガーデン進めさせないためにちょっともったいないけどカイロスハント使いました。よし、これは成功だったね。これでアンデッド出してもこれでこの2体が死んでアンデッドを2個進めたかったんだけどそれができなくなったからカイロスハントでこれ殺しといて正解。好きだらけだぜ。さあバラモスいいね。結構こっち得意カード多いんで、まあ、魔王のコストを1下げるっていうのはできないんだけど特技カードマイナス1っていうのはこの辺が全部下がるのはでかい。なんで次もし何かでかいの出てこようがやっつけられるようがバラモス出すためテンションも上がるしね。圧倒的な強さ。皆さんさあ死ぬかな。あと1点ダメージあなた出せますかという。このバラモス様に逆らおうという。でこれも下がる。お宝探しも下がり、クロスカッターも下がり、2頭も全部コスになる。でかい。さあ、なんかできることありますか。ああ、ゾーマか。あ、でもゾーマの4点を無駄にさせたっていう意味ではよかったね、これ。普通だったらゾーマ4点だけここに打てばいいのに、これを復活させたいがために、ここに無駄打ち。無駄に当たってくれて僕の体力が減らずに済んだっていうのはでかい。さあパワフルスローから行くのがいいかな。パワフルスロー。よし、これでもしでかいの出てきてもアサシンアタックで。さてどうしましょう。これがいいと思います。スナイプ、スナイプ1コスだから打ってもいいなと思う。うん、打ちましょう。ちょうど1コス余ってたからちょうど次もお宝探し行けたりするんだがこれ厄介だね。でもしかし変なところに置いてくれたおかげでクロスカッターが当たる。何デーモンスピリット手札のコスト3以上の特技カードがデーモンスピリット板を出す。さらに死亡時にコスト3以上の特技カードを1枚手に入れると。あ、向こうもうまいね。ここだけクロスカッター、一番攻撃力の高いピサノナイトがクソボックスカッター当たらないところに来たと。あんまり俺を怒らせるなよ。せや。スカイロサントでもやっつけられるんだけど、まあ、バニーユニット出しておいた方が相手がこれを使ってくれる可能性もあるし、闇へ誘ってやろう。ユニットは出しておいた方がいい。スタークかな。ミスターク、そんなことだと思いましたよ。でプチタークやっつけてゼロコスでプチタークをやっつけ、俺のターンだな。さらにアサシンアタックが当たると。そこだ。あ、自分で殴りに行けばいいのか。でアサシンアタックが当たると気持ちいい具合に。ありがとうございます。この次はそうか。勝ちまでいってるな。ちょっと怖いね。お守りください。なんかいいカードは手に入ったか。盗っとき。マンドロしたのか。まだレベル1だった。レベルなんか引いたよ。ああこれいいね。これ MP 上がるのいいね。我が波動は止められぬぞ。あもうでもレベル2レベル3だったよ。なんか引いたっけ。また出しやがる。またクロスカッターが当たらないところにやってきやがった。生意気な野郎め。どう攻めるか。宝探しにした。宝の匂いがする。うわいいのがいっぱい出た。もういっちゃ。それはつけておいた方がいいか。オーズ戦闘は苦手ですが精一杯務めさせていただきます。心眼余ってるからめんどくさいから打っちゃう。向こうにも手に入ると。ああ向こうスリーブも
スリーブもいいよな。いいスリーブなんだね。これいいね。ベロニカがまた。すごい仕事してくれそう。もう11まで来てる。今月月の波動を手に入れるとは、なかなか、なかなか、素晴らしいやつやね。これ、ハンプリここで使ってしまうのはちょっと、これが怖いんだよね。これが。なんで、これはや、こいつゴミなんで、これでやっつける。ちょうどいいとこにベロニカさんがいる。さあ、カムアイ。じゃあちょっと片付けちゃいましょう。ほらほら、そこを解きなさい。これなんてどうかしら。うわ、魔導召喚いいね。これは魔導召喚。何が来るんだ。あ、テンション1個損したな。テンション1個損したな。まず回してからやるべきだった。ガンガン行こうぜ。もう一個あげられてたな。あ、でも関係ないか。54が3体、そしてカーゴ、稲妻のカーゴ、どうでしょうか。全処理はできないでしょう、さすがに。それでも54、54、54っていうのは良かったね。111で残ってるから、いくらやっても全処理は無理でしょう。もう一体倒せるぐらいでしょう、頑張っても。毒がなくてよかった。誇り高き魔族の騎士よ。掛け声も違うんだね。くそ、まあ無視だな。どう攻めか。10点殴って13点、あと5点っていう状況にする。13、4、2とも打って3点、1、2、3。お宝探しをして、特に意味はなかった。次なんかウォール張ったとしても、この辺でやっつけて3点与えるから僕の勝ちだよという方向で。さあ、なんか逆転できる手立ては向こうにあるか。15になったから2枚開いて10。誰が怖いかな。オロチが怖いか。おお、オレン。初めて見た、オレン。しかし、全然使ってないね。1体しか出てこない。でも優秀だな。たとえ1体だったとしても優秀。あ、だから、今特技カードを貯めてたのか。はい。召喚時12の骸骨を0体で速攻付与する。対戦中に自分が使った本来のコストが3以上の得意回数の枚数分、骸骨を出す。いいんだけど、3コスの特技を1枚しか使ってないから。これ最高に強いな。あんまり俺を怒らせるなよ。速攻が出た。速攻バラモスゾンビ。向こうはオーレンを見せたかったんで、たくさん特技を引いたけど、特技を使う暇なく、ユニットをいっぱい出さないといけない辛い状況だったって感じですね。はい。まあ、ベロニカ、またベロニカ当たりと最後、速攻のバラモンスゾンビが良かったね。はい。ではまた。